アークナイツをプレイしているドクターの皆様こんにちは、えー、シュバルツ役をやらせてもらっております伊藤静香ですアークナイツ1周年ということでおめでとうございます <laughs> はーい、えー、シュバルツもゴールデンウィークあたりで実装されてからまあなんともあっという間に大変おめでたい日を迎えることになりましたねあっという間ですね 伊藤はその間に40になりましたよどうでもいいですけどねさあ皆さんシュバルツ使ってくださってますか使ってくださってますよねやだ愚問でした <laughs> えまだスカウトしてない人がいるのそんなバカなダメよダメよダメダメ古い <laughs> あ,あ、はい、えー、ぜひあなたの任務のお供にシュバルツを連れてってあげてくださいそして アークナイツ1周年これからまだまだ盛り上げていきましょう伊藤静香でしたドクターこれからも気を抜かずにしっかりとよろしくお願いいたしますドクターさんアークナイツはついに1周年を迎えることができましたいつも頑張ってくれているドクターさんのおかげですねありがとうございます アーナイツをプレイしていただいているドクターの皆様いつも本当にありがとうございますすずらんちゃんを演じさせていただいております声優の本土楓で,です皆さんアークナイツ1周年おめでとうございますさあ1周年早いものでございますね私もあのすずらんちゃんと出会わせていただいて早い え何ヶ月も、まあ、経つんんですけれどもなんかねもう会うたんびにすずらんちゃんって可愛いなとひしひしと感じるんですけどいかがでせうかドクターの皆様ゲットしてますかあなたのお手元にはすずらんちゃんはいらっしゃいますか いいてくれると非常に嬉しいですねあのそうですねすずらんちゃんの魅力はもう語り尽くせないと思うんですが、まあ、やっぱ内面としてはね争いをそんなよしとはしない考えを持っているけれどもやっぱり大切な人たちを守りたいがために自分にできることを精一杯探してとてもけなげに頑張るというもう果てない魅力が詰まった女の子ですね。 外見も最高でですすよねふふさふさですず全部全部がふさふさです。あのー、おしっぽもね9本生えていらっしゃいますしやっぱ耳このふさふさの耳のとこにインカムがスチャッとつけていらっしゃるっていうところでインカムも結構なんか見える感じにドンっているのがまたちょっと武骨な感じといいますかがあってすごくギャップがあって私はとっても好きだなと思っております。ふさふささで ねモフモフしたいなと会うたんびにすずらんちゃんに対しては思うこの頃でございましたはい一周年を迎えましたアークナイツ皆様ぜひこれからも、えー、これからもこれからも長く楽しんでいただければ私もとても嬉しいなと思いますよろしくお願いいたします以上すずらん役の本土楓でしたこれからもよろしくお願いしますねドクターさんドクターの皆様いつもありがとうございます グラウコス役の野中愛ですこの度アークナイツ1周年を迎えられたということで本当におめでとうございますこうして無事1周年を迎えられたのはいつもプレイしてくださっている皆様のおかげですありがとうございますいつもローテーションなグラウコスですが、えー、皆様のあなたのお役に立てると嬉しいです今後も アークナイツそしてグラウコスよろしくお願いいたしますではグラウコスからも一言これからもよろしくお願いしますドクターバイバーイドクターポデンコですドクターの皆様いつもありがとうございますポデンコ役オフィスアネモネの上田ひかるですアークナイツ1周年おめでとうございます あーパチ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 はいということでドクターこれからもよろしくお願いします以上プネコ役上田ひかるでしたドクターアークナイツが1周年を迎えたわこれでもあなたには感謝してるのよ ドクターの皆様、こんにちは、えー。スカジ、そしてバルカン役の佐藤里奈です、えー。この度、アークナイツ1周年を迎えたということで、本当におめでとうございます。ありがとうございます。えー、無事に1周年を迎えられたのは、プレイしてくださる皆様のおかげだと思います。いつもありがとうございます。先日、あのスカジとしてですね、 復刻版の、えっと、イベントの CM を撮らさせていただいて久々にスカジさんとは会えたんですがあのとっても嬉しくてですね関係性とかもちょっとこう広がっていくのかなとワクワクしたんですがバルカーさんにはちょっと会えてないのでまた今後ね皆様が応援してくださったら、えー、会えるのかななんていうふうに思っています。 えー、どちらも、えー、とても素敵なキャラクターになっておりますので、えー、ぜひとも触れてみてください。よろしくお願いいたします。今後ともアークナイツそしてスカージバルカーンよろしくお願いいたします。佐藤里奈でしたこれからもよろしくなドクター。